ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤です。先生よろしくお願いします。お願いします。サッカーデータ部の先生が今日もね作ってくれました。前回の続きでございますが、テーマは何でしたっけ。東京オリンピックもし今行われるなら一体森保監督は誰を選ぶ、丸二。素晴らしい。前回はね丸一をやってもらって、ガチメンバーでね、ずっと半年ぐらい先生が言ってきたメンバーの中から、しかも今だったらっていう超ワクワクするメンバーでしたけど。そうなんですよね、これ4種類先生が立ち上げてる中で今日は2種類目ということですよね。そうなんです、はい、ただね、丸一はオーバーエイジ含めて結構ガチなメンバー選ばせていただきましたけど、意外と僕こっちの丸二の方が、まあ理由も後で伝えますけど、あらあらあら、はい、こっちが本当なんじゃないって思ってる部分もあるので、ぜひ見ていただきたい。ちょっとその理由もちゃんと伝えます。理由なんかもね教えていただきたい、はい、それでは先生の資料丸二です、こちらドン。おー、あーなるほど。まあ、トップのね小川選手から含めて、そうそうたるメンバーが。そうなんです、メシの選手除いて基本的には J リーガーって形になっております。メシの選手そういえば1にはいなかったね。そうなんです、そっか、メシの選手もその世代だもんね。一応あと彼に関しても今ハーツ、所属先ハーツから違うところに移籍しようとしてるんですが、一応シティに戻った形になるので、書いとこよ、テンション上がるから。マンチェスターシティ、そうそう、間違いない、嘘ついてないから。はい、一応この丸二なんですが、いや待て待てと、丸一で名前俺上がらなかったけど俺が必要だろうと思われるようなメンバーを入れてきたっていうところが、これはこれで実はこっちの方が連携いいんじゃないかぐらいの気持ちにもなりますわね。そして来、もしあの明日とかじゃなくて、来年東京オリンピック行われるんであれば、予定通りですよね。そうそう、もうこっちじゃないかなと思ってます、丸一より。ああそうですか。まああのヨーロッパのシーズン的にもこうね取れない可能性があるということだよね。そうなんです。丸一はもちろんあのトップが大迫、オーバーエイジでね、シャドウが堂安、久保みたいな、そういうメンバーでございましたけど。そうなんですよ、はい、だから海外組の多くがもしかすると来れないっていう、東京オリンピックにこう招集できないっていう可能性がある。なるほど。で特にしかもその前例として2016年に行われたリオオリンピック、はい、当時ヤングボーイズかなに所属していたフォワード、はい、久保優也選手が招集できなかったというケースがあったわけですよ。そうかそうかそうか、そうなると海外勢があまり来れないっていうケースは想像できるので、なので先頃移籍が発表されたあの遠藤啓太選手含め、まあ久保選手、あとはオーバーエイジ組とか含めて、もしかしたら厳しい可能性があるから。あと正直誰が丸一とこう交代されてもね、遜色ないんですよね、このメンバーね。本当にね、あの久保も堂安も来ないのかつまんないみたいないう層もいるかもわかんないですけど、僕はこのチームも超見たいですね。ですね。これはもう見る赤で先生にねいろいろおっしゃってきたものとしては。ありがとうございます。はい、でまずちょっとポジション別でいろいろ見ていこうと思うんですけど、はいはいはい、まずゴールキーパー。うん、今あの元々の丸一の方では中村浩介と大迫圭介って2人選びましたけど、はいはい、こちらはもう両方とも東京世代の2人、オーバーエイジ、ノーオーバーエイジで、はあ、で、ね、若原と谷となってるんですが、この2人は今京都と湘南で守護神を掴んだ2人です。そうなんだよね、これでかいよねと、はい、うん、それでもあと1年経験できるわけだからね。そうなんです、うん、これはもう楽しみにしたいよねと。はいはいはい。で次ディフェンダーたち見ていくと、まずスタメンに入れた側からいけば、うん、まあ、もう右ストッパーの岩田はもう大分で何回も見てるでしょう、ね、はいはい、もうここはもう盤石、うん、若いんだって思っちゃうぐらい出てますから ね、 もうね。そうね。で達田選手も最近もうディフェンスだけじゃなくてね、はい、オフェンスでも絶好調。いやいやそうですよ、うん、はい。で左にはもう今年の札幌のブレイン、そうだね、田中俊太がいる。それの1年後って考えるともうまた化けてる可能性ありますからね。そうなんですよ。で控え見てみると、うん、そこにはレイソルのスタメンの大南選手と、はい、セレッソの瀬古選手と清水の岡崎の真子ちゃんがいるわけですから、うん、ボランチに、ね、これはでかいですよね、確かに。誰が出てもスタメンクラスですか、ね、J1、ね、うん、はい。で続いてボランチ見ていくと、はい、まあ田中碧ですよね、松間ね、うん、フロンターレ、まあそうか、オリンピック世代、そうだね、うん、うん。そしてもう一人が、レノファの江貴博選手、はい、これはいいですよ。今ねもともと
そうそうそう、今年なんかはレンタル選手なにもかかわらず、ね、山口でキャプテンマークを巻くっていう、うん、いやすごい、よっぽどのことですね。すごいですよ ね。そして今度ウイングバック見ていくと、責任を、ね、ね、芽生えさせて完全移籍に引きずり込むっていう作戦ですか。あとは帰るかどうかまだ分かりませんけどね。なるほど、ね、いやでもそれはね、いい、素晴らしいですね。で続いてウイングバック見ていくと、右相馬、うん、左菅としましたけど、はい、ここなんか特にね、あのウイングバックは誰が出るのかって本当に一番競争の激しいポジションの一つといっても過言ではないですから、はいはいはい、うん、まあ、丸1とかメンバーと変わっても全くもって損失はない。なるほど。で前線見ていくと、うん、まあ、一応左側のメンバーで言ったら、メッシの、はい、森島、小川と、うん、なるほど、まあ、アタッカータイプのメシドなので、例えば小川と西野のツートップにしちゃって森島トップ下みたいな感じもできますし、あとメンバーを そもそも変えちゃって、ベンチ入りしてる組で言ったら、はい、まあ、川崎の大卒2人、旗手と三笘、はい。彼らを両サイドに配置したりとか、あと斉藤の後期、うん。いやー、来ました。これ見っかっちゃいますよ、国民に。こんなオリンピックなんか出しちゃったら、これ。もう羽生くんみたいな存在になっちゃいますよ、これ。いや、そうなんですよ。天なんか入れちゃったら、これ。これ、ね、あえて、あの、旗手、三笘、斉藤後期をスタメンじゃなくてベンチに据えさせたっていうのもまた理由があって。はあ、やっぱね、この旗手、三笘、斉藤後期ってどんなポジションもできるんですよ。うん、いわゆる前の方だったらウィングバック含めてやれるっていうところがあるので、念のため何かあった時用に彼らをあえて控えに置いておくっていう。なるほどね。そっちの方が自由度が効くっていうかね、うん、そうそう、いわゆるこういうね、見たのかなり過密な日程で行われる大会になるので、あえてそうした方が戦略は広がっていくんじゃないのかなというところでございます。はい、まあ驚きとしてはね、うん、あのやっぱり上田綺世とか、まあ、前田大然とかが負傷中でここに入れられなかったっていうのはちょっと、うん、はい、あの悔しかった、悲しかったはあるし、あとは丸一でもちょっとね、マーさんに言及していただきましたけど、はい、杉岡大輝の名前が、いやーそうですね、そうなんですよ、うん、確かに。実はここにまだ上がってない人たちで言っても、うん、あと他にもあの斉藤美月、はい、湘南のね、そう、そのあたりを見ないし、あとは丸三丸四のところまで考えれば、うんうん、あのまたね、あの桜川ソロモンとかそんな名前とかもいろいろ出てくる感じなんですよね。なるほど、そうそう、いろんなテーマで選んでくれてるなんでございます。一応あの丸三丸四の方では、はい、あの新進気鋭の若手というか、今後期待の若手たちをこうたくさん入れようかと思ってるんで、今年は結構ね、あの過密すぎて、これあのちょっとね、あのメディアの方にもちょっと聞いたんですけど、うん、あのやっぱりこうなんかアンケート取られたらしいんですけど、はい、なかなか終えてないっていう新しい悩みが出てきてしまってるらしくて、ファン、あの J リーグファンの方にとっても、ああまあそうですよね、毎試合全部見切れないって言ってる方も多いですよね。そうそうそう、特にやっぱミッドウィークだと仕事をしながらになっちゃうから難しいっていうので、はいはいはい、そうだね、絶対90分見たいっていう人もね、なかなか時間取れなかったり、そうそうそう、はい、だから強いてこう推し、自分ところの推しチーム、うん、自分がサポーティングしてるチームのは見れるけど、他のは結果順位表を終えるだけでなかなかっていう状態らしいので、ね、はい、今この動画だけ見ていただいたら、どこのチームにどんなこう期待の若手がいるのかってことは、この 1,2,3,4 でも分かるかなと思いますので、オリンピックをイメージしながらってことですよ ね、 そうですね、しかも海外に今所属してる、まあ、久保田圭介含めいろんなメンバーいますから、はい、 そうだね、そこも含めた上でこう見ていただけたら嬉しいなと思ってます。わかりました。ちなみに、丸一のチームと丸二のチーム、試合したらどんな展開になりますかね。いやー、まず。動画でね、丸一出てますけど。まあ、ここはだから、大迫の存在に小川がどれだけいけるかってのが見物ですよね。確かに。お互い逆にこう、J でやってるメンバーが多い分、連携はこっちの方が高そうな感じ。いや、ですよね。うん、ただ、相手のね、あの、丸一の方の守護神は中村康介だっていうところが、うん、 そ、 ね、それでだから頭の中には入ってるかもしれません。これは朝までお酒飲んで喋りたいような感じですね、これね、皆さんもぜひ。なんか最後に 1,2,3,4 並べた動画とかでも面白そうですね。でしたしね。そうですね。はい。ということで。先生ありがとうございます。これのシリーズ面白いです、ね。バルに来年の五輪本命はこっちの可能性という動画でございました。はい、ありがとうございました。ミルクサッカーアカデミーいろいろやっております。生配信もね。レビュープレビューを過密に手に合わせてキャッチアップしておりますので、ぜひその辺もご覧いただきたいと思います。お願いします。データベース並びに過去動画、そしてね、毎朝出る動画の方もよろしくお願いします。そしてこのシリーズはあと2つ30304が先生出してくれますので、はい、1つよろしくお願いします。お願いします。本日以上です。井上馬でした。ノーミルク佐藤でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバイなさい。バイバイなさい。また。